東京ビートチャンネルをご覧の皆様、ギタリストの馬場孝義です。よろしくお願いします。今回もジャズギターワンポイントレッスンということで、ですね、ご覧のように、ずっと缶チューハイはあるわけですけども、なかなか美味しくてですね、ちょっと酔っ払ってきました。はい。今日もまた、前回引き続き、トライアード、ね、2、3、4弦って言ってたんやから、1、2、3弦はないんかいと。いうことなので、1、2、3弦のやつもちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。トライアードの、2、3、4弦について、2回にわたってやってきたわけですけども、今回は1、2、3弦ですね。大体同じですね。皆さん、自分で調べていただいても全然いけると思うので、調べてみてください。C のトライアードいきますね。この形ですね。こういう形。まあ、こういう指使いをしてもいいし、こういう指使いをしてもいいです。ね、こういう形。ね、こういう形。ミソドですね。次、ソドミと、こういう形。この3種類がありますかね。はい、マイナーも言っときましょう。こういう形ですよね。と、まあ、この1本指のこの形。まあ、こうやっても何でもいいんですけど、はい。こんな感じでありますよね。で、一応、ディミニッシュとトライアードっていうのもやっときましょう。これがね、確かに面白いんですよね。まあ、こういうの形。次はね、これですね。まあ、ここの人差し指を加えるともね、いわゆるディミニッシュコードになりますから。で、次がこれか。ね、こういう A フラットセブンスのここの部分になってるとか、そんなのとかも、分かってくるといいかもしれないですね。オーギュメントはね、同じです。こればっかりです。オーギュメントは全部同じ形ですね。1,2,3 弦のトライアード、2,3,4 弦のトライアードと、一応ね、網羅しましたが、前回もやったんですけども、同じポジションのやつやってみましょうかね。ちょっとクイズ的な感じでね。じゃあ、これが C だとして、これだと、おそらくね、わかりますよね。もう G ですね。はい、次、この形。これもだから前回と同じなんですが、E フラットなんですね。うん。はい。こういうふうに3弦をグループにしてトライアードを作るっていうのをやってきたんですけど、そんななんでしつこくトライアードをやるのかというとですね、フレーズとかにもね、ものすごく使いやすいんです。ちょっと今は、また2、3、4弦に戻りますけど、例えばね、この G のトライアードがありまして、こういう風にね、順番に弾く、逆から弾く、真ん中から弾く、みたいに。で、今、3音のモチーフでしかやってないんですけども、これを4音にします。とかね、とか、こういう風にね、分散して使うことができるんですね。はい。4音もやったんで、5音。こういう風にね、1,2,3,4,5 と5音かけてトライアードをこう分散するというね、そういうトリッキーな技とかもあるんですけども、そういうのを使いますとフレーズの幅がね広がると思います。ちょっとした練習を、やってみたいと思うんですけども、こんなフレーズです。ここね、Gのトライアード、Am のトライアード、Bm のトライアード、Cメジャーのトライアード、Dメジャーのトライアード、Em のトライアード。これディミニッシュですね。F シャープのディミニッシュのトライアード。で、こういうやつですね。で、これ、このね、この3弦から始まり、3弦、4弦、3弦、2弦。うん。この順番で弾くんですね。指で弾いてるから、まあ、こういう感じになってるんですけども、ピックで弾くと、こういう風な感じになりますね。いや、ピックは難しいですね。ちょっとね。ちょっとね、もうちょっと飲まんとね、やってられるので、もう一個飲みますね。ちょっと不自然なタイミングだったかもしれないですけど、練習してみましょう。うん、難しい。ピックでやったらもっと難しい。あ、間違えた。
あ、難しい。うん、もうぜひ頑張ってください。けどまだまだいっぱい種類はありますね。ねえ、あ、難しい。この子、こうか。ね、みんなこう順番を変えるだけでね、全然違う様相になるんですね。はい。これがね、だから今4つでやりましたもんね。ね、3つだったら、なんか前ね練習してもらったようなフレーズになりますし、5音っていうのがね結構最近は流行っているんですよ。ちょっとやってみますね。気持ち悪いかもしれないけど、ちょっと。こういう風にね、ちょっと字余りみたいな感じになるんですね。こういう感じになります。でこれ何が便利かっていうと、本当にこれはギタリストだけの、ね、特権だと思うんですけども、スライドがね人差し指でできるっていう。うん、これはなかなかギタリストにとっては使いやすいフレーズだと思うので、ぜひ使ってみてください。練習してみてください。もちろんこれ、まあ今キーが G でやりましたけども、他のキーでも全部同じですね。まあこんな感じですね。うん、まあ結構ね手癖になりやすいのでね、やってみるといいフレーズかもしれません。ちょっと時間が経ちすぎだかな。じゃあこんな感じで、よろしくお願いします。次の週も、もうちょっと違うトライアドのフレーズをやりたいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。あと、缶中ハイサイコー、乾杯。